人間の生きる目的は何ですか？命はどこから来るの？この世界の不平等はどうして？などなど、誰もが人生に一度は考えられるこれらの問いに、私は学んでいたミッションスクールのシスターたちを通してその答えを知り、高校2年生のクリスマスに洗礼のお恵みをいただきました。その後、女性として当然な人生の岐路に立ち、神様は私にどの道を歩むことを望んでおられるかを日々祈りながらも模索している状態でした。そんな時、本会ご聖体の宣教クララ会の研究会案内をカトリック新聞で見つけ、場所が軽井沢であることに興味を持ち参加いたしました。シスターたちの指導のもと、結婚、修道生活、独身の3つの道について、キリスト者としてどう生きるか、それぞれの特徴や証明のあり方についてお話を聞いたり、祈りを深めた数日間を美しい自然の中で、静けさと貧しいシスターたちの生活を垣間見ながら過ごしました。私の中で徐々に修道生活に惹かれていく自分を感じながらも、やはり本当に神様は私にこの生活を望んでいらっしゃるのだろうかという疑いや迷いもあり、いくつかの修道会の黙想会に参加したり、指導司祭に相談したりしましたが、当時日夜ご聖体礼拝をしている、また世界各地で宣教している感想と活動の特徴を持つ本会に惹かれ入会いたしました。もう間もなく生が50周年を迎えようとしている今、洗礼に至るまでの道、また修道会入会までの道、そして今日までの道を振り返るとき、神様の不思議なお導きを自分では測ることのできない未摂理の中で生かされてきたことを痛感するのです。私が命をいただき生かされている意義を知り、神様の望みを実現できたら、これ以上の幸せはないと確信しています。私は御父の御旨を行うために来たとおっしゃった主イエス様に倣って、日々御旨が行われますようにと祈って参りたいと思います。